海ちゃんがトレンド入り沸騰で、海の始まり、涙の有村架純主演級存在感で、高橋海人との恋愛がよぎる視聴者続々。7月8日、スノーマンのメグロ連27主演の連続ドラマ、海の始まり、富士テレビ系月曜夜9時の第2話が放送された。海の始まりは、メグロ演じる主人公、月岡夏が、 7年前に一方的に別れを切り出された恋人、南雲水木、古川琴音、27の死をきっかけに、水木と自分との間に娘、文、泉谷聖奈、伊豆谷らな7がいたことを知り、戸惑いながらも親子の絆を深めていく物語。第2話は、有村霞、31、演じる夏の現在の恋人、桃瀬弥生の過去が掘り下げられたこと。 夏の娘の名前海ちゃんが X、旧ツイッター、トレンド入りしたことから、思わぬ注目が集まっていて。以下、海の始まり、第3話予告までのネタバレを含みます。夏、目黒はやよい、有村に対して、水木、古川の妊娠は知っていたこと、おろすことに同意して、実際は出産していたことは知らなかったことを正直に打ち明けた。 海、泉屋の存在を知った夏が、正直ほっとした。生きててくれたんだなって。自分が殺したと思ってたから、自分の意志で殺そうとして、と涙すると弥生は寄り添うが、その直後、夏に隠れてトイレで人知れず涙を流す。実は弥生も2016年海が生まれたのと同時期に、別の男性との間にできた子供を降ろした過去があった。 それを思い出し、弥生は泣いたのである。また、弥生は海の母親になろうと、新たな一歩を踏み出そうとするも、次回予告では大竹忍六十66、演じる海の祖母赤根に、悔しいの。水気がいたはずなのに。あなたは、子供産んだこと、ないでしょと厳しい言葉をかけられる姿もあった。主役である目黒演じる夏にも見せ場はあったが、 全体的に有村演じる弥生の存在感が非常に強かった回であることから、視聴者から有村が主演に見えるという声が続出。涙はいろんなことが重なった涙だったんだね。夏があんなに罪悪感持ってたことに対して自分は、って思ったんだろうな。これをもし小説にするとしたら、主人公は夏じゃなくて弥生だと思う。 完全にメグロレンや海ちゃんからこのドラマの主役の座を奪ってる有村架純が怖い。推しが有村架純なので、やよい目線で泣ける、てか主役まである。といった声が多く寄せられている。メグロさんの出世作である、サイレント、フジテレビ系、22年10月期もそうでしたが、産方カタミク氏が脚本、村瀬健氏がプロデュースするドラマは、 群像劇で丁寧にそれぞれのキャラが掘り下げられていく。メインキャラが全員主人公に思えてくるようなシナリオ作りに定評がありますからね。ただ、このタイミングで有村さんが主演級の存在感を発揮したことで、現実のニュースがよぎってしまう視聴者も多く出てきていますね。女性誌編集者、有村は7月8日早朝、海の始まり。 第2話の放送日にキングプリンスの高橋海と25との破局がウェブ版女性自身に報じられた。有村と高橋は2020年放送のドラマ姉ちゃんの恋人関テレフジテレビ系で指定役を演じたことをきっかけで交際に発展したと23年12月女性セブン小学館に報じられていたが今春に別れ話を重ね 約3年に及ぶ交際に終止符を打ったと前述のウェブ版女性自身が報じたのだ。破局の理由は、有村の結婚願望が強いのに対して高橋は、アイドルとしてやりたいことが多く、結婚観の違いが要因だと報じられている。そんな高橋はファンから、海海ちゃんの呼び名で親しまれているが、海の始まりが放送されたことで、夏の娘の名前である、 海、海ちゃんが X トレンド入り。同時に有村の名前も X トレンド入りし、有村住海ちゃんの並びに高橋のファンも反応したのである。会の始まり、海ちゃんって文字で見るとうちの高橋海とかと思っちゃうついでにトレンドに有村かすみ、海ちゃんって並んでるともうさ顔文字笑い。文字で見ると雨が脳裏によぎってしまう。トレンドに海ちゃんってあったし、 ちっちゃく、有村霞ってあったから、あまなんかあった。って思ったら、海の始まりだったわら。有村霞ドラマ、海、海ちゃん、プラベ、海、海ちゃん。有村霞の顔見ると、高橋海人がちらついて仕方ない。電話するときに切り替えて明るく振る舞うシーン心えぐられる。高橋海人くんとの熱愛報道をよぎる。 といった声が X にも多く寄せられているのだ。有村さんがメインとも言える回の放送日の朝に、高橋さんとの破局が報じられ、高橋さんを連想させる海ちゃんがトレンド入り。第2話では、赤根、大竹が現状について彼女さんが一番巻き込み事故と弥生、有村について話す場面がありましたが、現実でも飛んだシンクロ、巻き込み事故だったかもですね。 全室の女性誌編集者。第3話でも大きな存在感を示しそうな有村。最終回まで高橋の顔がよぎり続ける視聴者は多いのかもしれない。有村の涙は再生時間25秒から。やよい、有村は実質赤の他人である海、海ちゃんの母親になれるのか。 予定調和な展開を破ってくることに定評のあるうぶ脚本だけに、今後も目が離せない。